ADMJTV をご覧の皆様、いつもご覧いただきまして誠にありがとうございます。ADMJ 島田でございます。本日は稲垣さんと私島田でお届けする、はい、スネークレザーのボストンバッグをご紹介させていただきます。はい、よろしくお願いします。すいません。まず品番からですね、はい、こちらが 20SA01023 という品番ですね。イタリアの AF 社という名門のタンナーさんから別注で作っていただいたスネークレザーを輸入して、23センチボストンを仕上げました。いやー、やっぱり4色揃うと爽快ですね。そうなんです、うん。なかなかちょっと事情があって、イタリアからの革の輸入が色によって早かったり遅かったりということで、ようやくこのタイミングで4色お披露目することができるということでね、うん、改めてのご紹介となります。それでようやくお客様も。そうですね。真剣に選んでいただきたいです。はい。本当にこのスネークスキン、軽い、もう本当に手に持っていただくと、この軽さがお分かりいただけるんですけれども、はい、このサイズのバッグで、マチもこれ7センチほどあって、幅も23センチほどあるんですが、これで290グラムという、本当に驚異の軽さですね。300ないってやっぱりすごい。そうですね。本当にクラッチバッグとか、マチの薄いものでは、200前後というものもありますけども、うん、これだけしっかりしたハンドバッグで300を切るというのは、はい、ちょっとやっぱりスネークレザーならではの、はい。ちなみにこの形で牛革シュリンクレザー ADMJ では定番でお作りをしてるんですけども、はい、こちらですと400グラムありますので、でもいやあれでも軽いと思っていたんですよ。そうなんです。そうなんですよ。はい。そうじゃあ100ちょっと違うわけ？このサイズで110グラムも違うという、もう本当にいかにこのスネークレザーが軽いかというのがね、はい、お分かりいただけるかと思うんですけれども、はい、軽い薄いだけではなくて強度面もしっかりしておりますし、はい、革の裏に芯材もきちんと、補強で貼っていますので、はい、ヘビーローテーションで、また言ってしまいました。ヘビーローテーション。ヘビ顔だから言ってるわけじゃないんですけども。ヘビ顔シリーズ、今2回目の収録なんですが。お恥ずかしい限りですみません。いいです。今はしまったと思いました、言って。すみません、失礼しました。お客様も、そんな島田さんがちょっとキュートで可愛いわって言ってくださってます。ありがとうございます。はい。丁寧な、はい、言葉遣い、そして丁寧なご説明で、もう本当に今もうファンが多い島田さんでございます。ありがとうございます。はい。ちょっとお茶目で楽しいです。はい。ツッコミがいが。さて。で、色は、このシリーズはすべて、ちょっとクールな印象で仕上げようということで、はい、金具の色はすべてこのシルバーを使っていますね。はい、牛革ですと大体 ADM ではゴールドを使うことが多いんですけども、スネークのこのシリーズに関してはすべてシルバーを使っています、はい。そして色のご紹介ですが、こちらが、カリナータナチュラルシャインということで、はい、染色をしていないナチュラルな仕上げのカラーになっています。そして中が、このように彼らの桜とエッグというこの鮮やかな黄色の色を使っていますね。はい。はい、そしてこの作りとしてなんとこのカードケースが背胴側に2枚入るように、ね、なっていますので、もしかしたら、この、イエローだと見やすいかも。あ、そうですね。すごく溶け込んでるんだよね。はい。カリナータだと。はい。こんなね、雰囲気ですね。ここに2枚カードが入るようになっていますので、はい、非常に便利な作りになっています。はい。そして、はい、ブリーチホワイト。ブリーチホワイト。綺麗な。今日ね、ポーチホレット。はい。ポーチホレット。ポーチホレット。私もダメだ。これダメだ。すいません。で、ちょっと色見て、すごくなんだろう。本当に、高原牛乳ぐらいに、なんかこう、ピュアな白。なんだそれ。本当に真っ白だよね。美味しいミルクの色だよね。そうですね。はい。うん。縁起も良さそうな白い蛇の皮ということでね、はい、いいことが起こるんじゃないでしょうかというカラーで、はい、内側の皮の色は彼らのオイスターグレー、はい、そしてピンクの裏地を使っています。はい。そしてね、このもう一色、はい、ちょっと独特なこの色合いが美しい。こちらがブロンズですね。はい、ちょっとね、よーく見ていただくと、玉虫色のようなこう色のムラ感というのがすごくかっこいい。仕上がりのカラーになっています。こういう染色をするところも、ここのメーカーさんのすごいところ？そうですね。はい。
かなかこれ、日本の蛇の皮ではちょっと見たことがないですね。かっこいいんですよ、中も。パープルと彼らのオフホワイトを使っています。はい。クールなね、仕上がりですね。はい。そしてこちら、イエロー。これもまたね、黄色の蛇っていうのがまた美しいと思うんですけどね。はい。そこの、それぞれ。ちょうどサイズ的にも、こういうインパクトのある色も持てるサイズ、ね。そうですよね。あんまりこれが大きくなってしまうと、うん、かなりこうインパクトが強くなってしまうんですけども。色落ちたいなという方にちょっと始められるにはいいかもしれない。そうですよね。はい。はい、そして中の色が、このターコイズブルーとインクブルーの裏側、はい、彼らを使っています。はい、これも本当に綺麗なお色でですね。はい。おすすめのカラー。で、全部ストラップも付けられる。そうなんです。はい。同じ素材の1センチ幅ということで、本当にこの細いタイプなんですけども、はい、長さは120センチぐらいまで、最長伸ばしていただいてお使いいただけますので、はい、斜め掛けも十分できるサイズ感になっています。はい、うん、ぜひでは稲垣さん、はい、お持ちいただいているところをご紹介お願いします。すみません、もうちょっと私で今日は恐縮ですが、ちょっと高柳さんが留守しておりまして、稲垣です。よろしくお願いいたします。私ちょっと今日は、カリナータをこのサイズだったら持ってみたいなと思うんですけど、軽い。そうね。本当に軽いですよね。軽い。私、今回、この、シーズンに、リコメンドを、モーツァルトの、このサイズで、23センチのボストンでおすすめして今持ってるんですけれども、もちろん、すごくサイズ的には小さすぎるのかなと思ったら、全然余裕で物が入る。で、もちろんでもあれより軽いね。そうですね。重さという意味では軽いです。ただね、私ね、これ本当に、これお客様から、教えていただき、本当に、あ、本当ですねって、もう心から、やっぱりお客様のなんか、使ってらっしゃる方のコメントってありがたいなと思ったんですけど、結構私ちっちゃくてもやっぱりパンパン荷物入れちゃうんですよ。で、そのお客様も、結構荷物が多い私には、このサイズでも、ツーウェイファスナーは必須。いいわねっておっしゃってて、私も使ってと思いました。やっぱり結構物入れちゃってるから、そこへつけてみるね。で、私が持っているタイプは、なんだっけ、あれ。太いタイプの名前。マレット社の、はい、テープを使ってるんですけれども、よし、これは、こういうちょっと細いタイプね。で、なんだっけ。よし。で、これ斜め掛けをしますが、本当にね、こんな感じ。ちょっとかっこいいね。カリナータね、ナチュラルシャインです。で、こうね、結構パンパン入ってる時に、この真ん中にファスナー置いとくと、うん、結構ね、開け閉めが、やっぱり片側でパンパンにしちゃってるものって、そういうバッグも昔使ってたんですけど、やっぱりパンパンになってくると結構片側ファスナー、一個だけのファスナーと、ここでも開かない時があったの。そうですね。でも、これね、本当に些細なことなのかもしれないんだけど、使う側としては、すっごく大事なポイントだったんだなって。もう本当にね、ちょっとやって、ちょっと出せる、ちょっと出せるの。で、私わざわざこれのために、私結構今マスクをしながら外出すると、暑いので、水分補給したい。お水が飲みたい。で、このぐらいのサイズのペットボトルを一回買ったら、それ使い回してたんだけど、やっぱそれもあんまり、衛生的ではないなと思って、これに入る、今売ってるじゃない?マグ、ボトルっていうの?はい。はいはい、タンブラーみたいなやつ。はい、買っちゃったもん。イオンで。安かった。で、それを入るのがあるので、はい、それ入れても、何ですか薄型の、もう本当今日言葉が出ない。お財布、スリムウォレット、入れて、で、シュッシュとかちょっとこうちっちゃいの分けたの入れとくので、十分私これで、結構こと足りるようになっちゃって、でね、本当にやっぱり ADMJ さんのバッグたちってしっかりもの作ってらっしゃるから、お水を入れた、そういうなんか、ものを入れてても、なんだろうね、持ってての安定感が、すごくいいんですよ。やっぱりいいものは長く使うって大事なんだなってことも思ったし、愛着が湧いてくるし、まあでもこれは軽いから、ちょっとまあ、
これはね、高級お素材でございますので、ちょっとこう、まあ、あんまり、パップンパップンに入れないようにしながらも、ちょっとこう、エレガントにおしゃれに持っていただくといいと思います。私、ちょっと今日はカリナータの、かっこいいんだもん。どの色も特徴的な仕上げですね。はい、ね、ぜひぜひ、もしよろしければ、今回はこのように、4色、ようやっと、揃えることができたということでございますので、お気に入りのものがあったりとか、これまで迷ってらっしゃって、実際に見てみたかったわという方は、お電話をお待ち、お電話じゃない、ごめんなさい、お問い合わせをお待ちしています。で、どこにお問い合わせなのかと言いますと、公式オンラインストアです。はい、電話をかけていただくと、島田さんも、高柳さんも、はい、出るということがありますので、平野ちゃんはあんま出ないの？出ます。平野さんも、カメラ担当してくれてますが、みんな、本当にだから、少人数で頑張ってる ADMG だなってことも分かっていただけると思います。本当もう、みんな家族のようだよ。お問い合わせ先は、その他、店頭の方でももちろん、お問い合わせいただけます。関東地区は、松屋銀座、日本橋高島屋、玉川高島屋、横浜高島屋。そして、東海地区が名鉄百貨店、近畿地区は大阪高島屋、九州地区が福岡三越と、ございますので、もしよろしければお近くのところにも、お問い合わせくださいませ。そして、こうして見てくださってる ADMJTV、まだもしチャンネル登録されていなければしていただけると嬉しいし、それからグッドボタンもしていただけるともちろん嬉しいございますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ということで、今日は2名でお送りしてまいりました。声だけごめんなさい。はい、今日もご視聴ありがとうございました。